皆さんこんにちは、ちんちゃんにまさきの中島です。本日私は奈良市柴月町にございます 2LDK の賃貸マンション、シティホームズ新大宮駅前にやってまいりました。まずはこちらリビングスペースなんですが、テレビ、テーブルなどを置いていただいて一家団らんのスペースとしてもご利用いただける、そんな広さのある、そんなお部屋となっております。お部屋からはですね、バルコニースペースに出ていただくこともできまして、窓を開けていただくとこのようにですね、広々としたバルコニースペースに出ていただくことができます。お洗濯物などもしっかりと干していただけるかと思います。またリビングスペースのすぐ隣には和室のスペースがございます。こちらからもですね、先ほどのバルコニースペースに出ていただくことができます。またお部屋にはですね、このように広々とした押し入れタイプの収納スペースございますので、衣類、お布団の収納にも困りません。お部屋を出ていただきまして、キッチンスペース、キッチンスペースは広々としたカウンターキッチンとなっております。シンク、調理スペース、そして3つくじのガスコンロがビルドインされたシステムキッチンタイプのキッチンとなっております。またこちらにはですね、リモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度なども簡単に変更していただけますし、上やそして下にもですね、収納スペースがございます。冷蔵庫、食器棚、そういったものを置くスペースもしっかりとございますよ。リビングスペースを出まして、こちらの扉を開けますとお手洗いとなっております。そして奥に進んでいただきますと、こちら玄関スペースなんですが、玄関スペースにはこの字型の大きな下駄箱もございますので、靴の収納にも困りません。こちら洗面スペースなんですが、洗面スペースは人気のランプードレッサーや室内洗濯機置き場もございます。さらに奥に進みますとお風呂場ですが、お風呂もですね、ゆったりと使っていただけるサイズのお風呂となっております。最後は共用廊下側の洋室となっております。お子様の子供部屋にもぴったりのお部屋となっております。こちら収納スペースもですね、このようにクローゼットタイプの収納スペースやちょっとした小物を収納していただけるようなスペースもございますので、こちらもぜひご利用いただければと思います。いかがでしたか？こちらの物件、近鉄新大宮駅までも歩いて行けるので、駅近の、通勤通学にも便利な、そんなお部屋となっております。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。